はじめまして、おはようございます。不明です。さあ、やっていきましょう。駐車場、オフィス。They have taken but I won't give up. I want all the... I will survive. They can't stop my... 無理。読み切れない。装備品はこれでいっか。さて、この先どうなってたっけ？あ、ここか。そうそうそう。ゾンビ犬を確かナイフで倒したんだっけ？道合ってる？逆だったりする？進行方向、あ、合ってるね。で？これマップ？はい、マップ。まずマップ。で、レストラン。まずはここですね。ここ行ってからこっちみたいな流れで行きたい。うん。現れましたね。ちょっとたた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 いとい。待てよ、これ。これ。よっしゃ。一体倒したっぽい。あれ、一発で倒せるのか。いいね。ちょっと、それを確認したので、あとはいいです。あとはいいです。行きます。帰ります。帰りま、あれ？これ本当に帰ってる？道間違えた。道間違えた。本当に帰ってた。直進して右だっけ？ドレインディモスどうな、ドゥイーター。直進して左か。こっちだね。じゃあね。バイバイ。いいね。ん？ちょっとこれ邪魔だな。手前だっけ？手前、すなわち右。あれ、こっちからでもいいんだっけ？あれ、どうだっけ？ここのイベント忘れちゃったな。とりあえず、アイテムとか、うえ、誰かいたぞ。今、誰かいたぞ。あ、回復アイテム、やった。やった。回復アイテム、やった。いや、近くにアイテムボックスあるんですよね、確か。どうしよっかな、どうしよっかな。先にアイテム。先にアイテムを。どうしよっかな、どうしよっかな。アイテム預けてきちゃいますか。いるな？いるな？どうしよう、邪魔だから倒しちゃうか。はい、オッケー。クリティカルいいですよね。なかなか出ないね。オッケー。下、やっぱり生きてるか。さすがに。もっと連射速度早く打てるけども、あんまり早く撃っちゃうとさ、クリティカル出た時に無駄に一発撃つことになりそうでね。クリティカル出ないな。死んだかな。重なってると見えない。まあいいや、ちょっと噛まれてきます。てい。噛まれなかった。
死んだかな。オッケーオッケーオッケー。で、ね、いないな。ここら辺に扉、あれ、ちょっと待って。もっと奥か、こっちか。あったあったあった。ここがアイテムボックスですね。タイプライターもあります。ここに、あ、そっか、どっちにしろこっちにクランク取りに来ないといけなかったんだ。で、あ、レッドハーブあるんだと、どうすかな。クリーコ預けてレッドハーブを引き出す。あと読み込みが怪しいな。で、今なんかショットガンの弾が見えた気がする。どうしよっかな。いや、これショットガンの弾よね。やったぜ。あとはインクリボンない。こんなもんか、こんなもんかな。じゃあクランク拾っていきましょう。あれ、クランクだっけ必要なの。違う、クランクじゃない、キーピックだ。錆びたクランク、先が六角形のクランクだ。柄の部分がひどく錆びている。錆びた六角クランク、とりあえず六角をアイテムボックスに突っ込んで、代わりに、キーピック、ふんふんふん。あ、マグナム使い切ったんだっけ。じゃあ行きましょう。次に拾うべきファイルがレストランにあるんですよね、確かね。だよね。ちょっと確認させて。わーっとと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 。傭兵の2機拾ってシティガイド、レストラン、はい。OK、行きましょう。で、ここ開けてすぐなんか音がする。ここ簡単な鍵、ここでね、このなんだっけ、非火器棒、違うな、非火器棒でよかった。この非火器棒を使うと確かイベント発生でしたね。先が鍵型になっていて、何かを引っ掛けるために使うものだ。あとないよね、アイテム特に。何も、なんか出てる。なんか出てる。特にダメージとかはなさそう。構えても反応しない。オブジェクトではない。排水口のスイッチのようだ。で、このお客さんが座るテーブルのところ、ここ、これ。シティガイド、市長のコメント。シティガイド、我らの町と市長の歩み。こんにちは、市長の皆さん。ラクーンシティの治安の良さ、住みやすさは皆さんご存知の通りです。ラクーンシティはクリーンな企業でおなじみのアンブレラの工場を誘致した都市です。企業からの多額の援助金は、福祉や公共施設の建設、治安維持などに惜しみなく投資されています。私が市長になって5年目を迎えた1992年は、ラクーンシティにとって記念すべき年でした。アンブレラの援助金により、老築化が進んでいた市庁舎が改修され、近代的な総合病院も市内に建設されたのです。町のために尽力した功績が認められ、市庁舎に私の銅像が建てられたのもこの年のことです。35年以上も前に技術者として私はこの町を訪れ、町の電化を進めて路面鉄道を開通しました。先人たちの知識がラクーンシティの発展を促し、希望あふれる今日を手にすることができたのです。私はその伝統を守り、町の発展にさらにこの身を捧げることを誓います。ラクーンシティ市長、マイケル・ウォーレン。まあ、
バイオハザードが発生した時には娘を置き去りに一人で逃げましたけどね、真っ先にね。電話線が切れているようだ。で、その結果その娘さんがなんだっけ、警察署長、名前が出てこない、あ、ガンパウダーじゃん、欲しい、あの署長に捕まることになるわけですね。なんでこれ合わせて持ってくれないかな。ここにガンパウダーがあったのはちょっと想定外、ちょっと、どうしよっかな。どっちにしろキーピックを置きに行かなくちゃいけないから仕方ない。今の段階で、てかファイル大丈夫よね、順番間違ってないよね、大丈夫そうだね。んで、どうしよっかな。とりあえず皮下規模を使うから、あれ、皮下規模を使うとイベント発生して外に出ちゃうから、うん、その後にガンパウダー A を拾うことって多分、あ、いや、できるか、できるな、それでもよかったか、まあいいや、どっちにしろキーピックいらないしね。キーピックをここでいいや。で、違う、こっち、だ、リロードツール、これでまたハンドガンの弾をね作りましょう。いいね、ガンガン増えていくね。ナイフいるかな。ナイフいらないか。これだけ100発以上あるしね、ナイフいらないか。どうしよう、どこに入れよう。とりあえずここでいっか。ナイフなければ拾えたもんね。そう考えるとナイフ邪魔だね。邪魔だね。まあ多分通ほどではないとは思いますが、今作も弾、まあガンパウダーからいっぱい作れますし、そこそこ手に入るのではないかなと。で、あ、結構奥まったところにあるからな。やっぱり皮下規模を使ってからこれを取っていくのはちょっと危険か。重そうな蓋だ。何かを引っ掛ける穴が開いている。ここに入ることもできるけど、入らなかったら本当使っただけで終わりって感じですよね。単にイベントを発生させるためのフラグ。誰？Calm down, lady. おいおい、落ち着け。俺はゾンビじゃねえ。My name's Carlos. アンブレラのバイオハザード対策部隊、カルロス5長だ。What's your name? お嬢さんは？ Jill. 私はジル。Did you just say あなたアンブレラの隊員なの？ Yeah. 君ら市民を救うために降りたんだぜ。もっとも降りた途端にメタクソにされちまったがな。来ましたね。夏だわ。食堂へ隠れます。これ地下へ逃げ込むを選ぶと、あっち今開けたところに行けるんですけど、早く隠れて。ていなんて無茶しやがる。丸焼きになりてえか。おお、すごいね。で、こうやってイベントで気絶させた場合、なんと一回気絶させただけで、お、救急ボックスだっけ。次やったね。こうやって戦利品を手に入れることができます。で、一応こっちから出よう。遅かった。で、一応ね、どうしよう、カルロスいるし倒してもらう。倒す必要性もないか、弾の無駄だな。
あ、戦ってる。お、頑張ってる頑張ってる。じゃあね。聞きたいことがあるわ。アンブレラが部隊を投入した理由は何？任務は市民の救助、救援さ。虫が良すぎるわよ。こんな事態になったのはアンブレラのせいなのよ。あのな、俺はただの傭兵なんだぜ。立ち話してる場合じゃねえ。信じる気になったら合流しろ。よく考えるんだ。でまあもう戦利品落としちゃったので、これ以上倒しても意味がないので、ね、逃げます。逃げます。ここにも確か来たよね。ではアイテム整理しますか。で次確か新聞社よね。シティガイド取った、そうそうそう、新聞社行きましょう。次のファイルは新聞社。救急ボックス本当ありがたい。なんだっけ、あ、そうそう、リロードツールだ。そろそろ強化弾作れるのかな。まだか。うん、ん？あ、こっちか。で、新聞社ってこれだっけ？ニュースペッパーオフィス。どっから行ける？こう、あ、こっちから行けるね。こっちからこのままこう行って行きましょう。うん、装備品はいいな。救急スプレーが3つもあるからね。お、それはずるい。それはそう。はい、で。はい、ナイス。じゃあね。バイバイ。いやー、びっくりした。そんなところで待ってたの？あの子、セーブ部屋には来ないですからね。こう言って、こう言って。あ、そうだ。ここに。宝石必要なんだっけ？あの子がいるから戻りたくないし。進んでいきまーす。どこだっけ？あった。OK。で、ここら辺で振り切ったかな？どうだろう？いや、この BGM は振り切ってないな。わーい、ありがてえ。中まで追ってきたっけ？お？インクリボンか。この新聞社にね、複数のファイルがあるのが厄介なんですよね。1階から2階、3階、うわ、3つか。取る順番間違えないようにしないとな。まず写真 B。写真 B が？ちょっと待ってね。ちょっと調べさせてね。写真 B どこ？あった。写真 B がまず上か。これまっすぐ押してていいんだっけ？押してっていいのかな？あ、このまま取れそう。はい、写真 B。 ゾンビの表情が大きく写されている。写真の裏には得だねとある。ファイル、はい、 OK ですね。順番間違ってないね。で、写真 A、 はいはい。で、その次に拾うべきなのが写真 C。 C もあるんですよね。新聞社ビル3階。写真 C がここで、まずは机の上か。さて、
かしアイテムいっぱいになっちゃったな。どうしようかな。しかも振り切ってないってことは結局またアイテムボックスのところに行って宝石取ってこないといけないんですよね。よいしょ。でだ。これだ。普通にブレーカー上げるだけっていうね。謎解きでもなんでもないです、ここは。で、そうすると電源が入っ、今声が聞こえた気がする。ここを開けることができるようになります。追ってきたっけかな。うい。ああ、そっか、それもあった。忘れる。忘れてた。いや怖いな。ネメシスが追っかけてきてる状態でこの場所は怖いな。どうしよう、アイテムいっぱいあるのかな。ちょっと待ってね。こうだからまずはここかな、ここら辺だと思う。あ、それっぽいの見つけた。写真誌あった、よかった。警官隊の全滅した様子が映されている。はい、その次奥ですね。間違ってないよね。 OK ね。ちゃんと順番ずついってるね。奥のどこら辺にあるんだろう。新聞記者の手帳。ついに押さえたぜ。最近頻発しだした猟奇事件、人食い病の現場だ。人が人を噛み殺す。まるで飢えた犬っころだ。ひどいもんだ。かじられた腕なんか冷蔵庫にほっといた食いかけのハムみたいだ。最近町の人間がしばしばそういう病に侵される。原因は未だつかめていない。現代病の不思議というやつか。その辺をこれから探ってみるか。人食い病が市外に多発したせいでついに戒厳令が敷かれちまった。今はラクーンの情報媒体全てが厳しい規制を受けている。だが俺はそんなに甘くない。分野としてだんまりを決め込むつもりはさらさらないからな。米国全土でこの異常な病が発生しているわけじゃないはずだ。すぐ近くに原因となる何かが必ずある。町の外周が国の軍隊に封鎖された。それほどこの町が危険な状態ってわけだ。市民のほとんどが死に絶え、わずかに生きている者も病原体に接触している。米国全域がそれに汚染されることだけは避けねばならないという判断だ。確かに理屈じゃ正しいよ。クソ、発病するか食われるか、どっちにしろ逃げ場はない。俺は死ぬまで真相を追う。病原体の感染方法は空気感染なんかじゃない。もっと直接的な何かだ。やばいな、1個しか持てないな。はい、順番合ってるね。で、12、次13は、路面電車か。じゃあもう少し先かな。はい、さて、あとはなんかある。なんだってなんだって。猟奇殺人事件の資料が散乱している。うわ、待って焦った。あー、びっくりした。いたの、君いたの。間違えた。調べてどうする。びっくりした。君いたの。そっか、いたんだね。他にアイテムない。ガンパウダーとかないの。あ、びっくりした。じゃあ宝石だけ回収してあと帰ればいいか。はい、
調べる。緑色に輝くエメラルドだ。これ調べたっけ。救急スプレーを最高3本まで入れておくことができる。帰ろう。待て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 。そのタイミングで来る。びっくりした。でもうちょいいけるな。一発ぐらいは耐えるな。あれ来ない。追跡者って割にはなかなか来ない時ありますよね。奥なんだっけ、奥なんかあったっけ。気にはなるけどな。今ネメシス来てるからな。降ってくるの。ちょっと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 、ここ決めます。はい、知ってる。よし、ナイス回避。急げ急げ、間に合う間に合う。よし、ふう。急げ急げ急げ、急いでドアに。あれ来ない。ふう。でどうしようかな。まずインクリボンいらない。で宝石いる。で救急スプレー置いてっていいな。どうせ3本も入ってるから使って、こっち戻ってきた時に後でまた補給すればいいだけの話。いる？いないね。諦めた？うん。いや、こっちのマップにまだいるか。問題はどこにいるかだけど。あ、いた。すぐ近くにいた。あったぞ。よいしょ。ここで1本使いの。はい、開いた。あとは扉に駆け込めば OK。 おっと、待った。はい、 OK。 そろそろ振り切ったでしょ。あー、そっか。錆びたクランクとか持ってくればよかった。どうしよっかな。いや、レンチ手に入れてからでいっか。まとめていった方がいいね。うん、路面電車行っちゃおう。どういう形になってたっけ。まあいいや、行っちゃおう。んで、敵いる？灰釣りか、どうしよっかな。弾を使うかそれともってところだけど、足をかませて頭を潰す。これだ。頭を潰すっていうか蹴ってたけどね。ふむ、めっちゃ食ってるね。死んだ？あ、死んだんだ。で、君は？おい、ここまで来てるんだぞ。虫か、虫か、この野郎。死んだ？うん。体力にばらつきがあるね。で、この子は？ん？あれ？ 2 体いる？ 2 体もいた？入った。で、これはゾンビではないっぽいけど、どうせいずれゾンビ化するんでしょう？
何に反応してる？いる？え、いる？あ、こんなところにいたの。いたんだ。どうしようかな、邪魔かな。いや、倒しちゃえ。もう倒し方がね倒し方が。この先なんだっけな。この先が路面電車あるところか。違った。ここ敵いないよね、確か。いないよね。てかアイテム欄、まあいいや。あ、ここに葉っぱあったんだっけ。葉っぱ、なんか葉っぱがある。アイテムボックス、こっちの方がないよね、確か。あー、どうしよう。あ、いや、でもそうだ、サイドパックが手に入るんだ。ちょっと待ってね。次のファイル合ってるよね、場所。路面電車、ここ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 、あれ、ここでいいんだっけ。ああ、いいっぽい。多分いいっぽい。こっちレンチだもんね。うん。で、その次が、はい、とりあえず行きます。複数体まとめていったね。全部いった？あ、全部いった。やった。ちょっと戻る準備。来るよね、確か。あれ、ここ来ないんだっけ？あ、来ないならいいや。行っちゃえ。ここ敵いる？いないね。ここだけに存在するこの横倒しのドラム缶、これね、ドカーンもできるんだけど、残しておくとね、ルート次第になるのかな、ちょっとしたイベントを見ることができるんですよね。これかな。鉄道整備士のメモ。ケビン、見習いのお前にこのわしが電車との付き合い方を教えてやろう。この車両は68年製で、欧州から輸入したもんだ。今じゃガタも来てるが、シンプルで硬直な作りは未だに現役だ。その信頼性はやはり高いな。それでも作動不良を起こすことはある。その時は機器の異常を丁寧に調べろ。よく見て原因を理解すれば必ず対処できるはずさ。作動不良や故障なんてものは、毎日手を抜かず部品の点検と交換を行えば簡単に予防できるんだ。このご老体は2日も放っておいたらへそを曲げちまうんだからな。じゃあ交換って時も、純正品とは言わんが見合った部品を選べ。オイル一つ取っても用途に合わせて加工しておかんと調子は悪くなるぞ。ケビン、覚えとけ。人は機械を裏切るが、機械は人間を裏切らないもんだ。名言ですね。で、順番もちゃんと合ってるね。はい、写真シートって、手帳取って、はい、 OK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 。 順調順調。You're one of the survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? 小娘がどうやって生き延びた。 Hey, I'm no ordinary civilian. I'm a member of STARS. I'm a member of STARS.スターズだと。ラクーン試験員の特殊部隊か。僕に怪我人がいるのね。無視して行きやがったぞ、あいつ。ひどいわね。いいか、気をつけろ。来るぞ。
撃て、撃つんだ。分断されるな。大丈夫、落ち着いて。すぐに楽になるわ。すぐに楽になるわ。よせ、来るな。俺に近寄るな。苦しそうにしている。すぐに楽になるわ。あの大怪我で楽になるってことはすなわち合流する気になったか。もうこの辺りで生き延びてるのは俺たちくらいのもんだ。仲良くやろうぜ。この女は危険だぞ。ニコライ軍曹、ジルは使えるぜ。部隊は俺と軍曹、あとは死にかけのミハイル隊長しかいない。協力し合わなきゃこの状況を切り抜けられないぜ。作戦の確認をする。我々はこれより指定されたヘリの発着地点である時計塔エリアに移動する。我々がそこで合図を出せば、難民回収用の大型ヘリが降下してくるはずだ。のんびり歩いていけるルートじゃねえよな。一番の問題点は火災地帯がエリアを隔てていることだ。そこはこの電車を使う。これを移動するトーチカとして使用し、危険地帯を乗り切る。そいつはいい。よし、各自取り掛かれ。おっとジル、こいつをつけておきな。やったぜ、サイドバック。ありがてえ。おい、読み込み。怖いな。はい、というわけで強制サイドパック、今作はね、強制的にサイドパックを装着させられて、アイテム欄が2つ増えます。で、ここら辺にレンチがあったはず。あれ、どこだっけ。あった。レンチ。よく整備された運転席だ。調べる。六角形のものやボルトなどを挟んで回す工具だ。鍵を外した。これで次からはこっちからも入ってこれるようになりましたと。戻るときに出てくるんだっけ。来た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 。行け。よし。来いや。これ犬の頭も飛ぶのかな。まあいいや、倒した。で、あと何必要だっけ。戻るとき敵出たっけ。ここは敵出ないよね。あれ出ないよね、確か。次だよね、出るとしたら。で、ここら辺でバモン。どうしよう、近いから、いや、ハンドガンでいいか。いや、強いな、ほんと強い。起きて、多分下に向けて撃っても頭飛ばないでしょ。で、この中にガンパウダーとか入ってたりするんですよね。いいね。一個だけ。で、そろそろこの子も起き上がるんじゃない？起き上がらないか。ふむ。帰り、開いたっけ、ここ。開いた。あ、
いっぱいいるからまとめて。あー、そっち行っちゃったか。あ、ナイス。今のナイスだった。2連続クリティカル。死んだ？死んだっぽい。あと1体か。弾減ってきたな。うん、まあゾンビ今のところ全部倒して回ってるからね。なるほどなるほど。ちょっと待って、さすがにいっぱいになってきた。調べるじゃない。どうしよっかな。組み合わせていっちゃうか。あ、待って、こっちなんか取れるんだっけ。あ、取れるっぽい。ラクーンシティ市長マイケル・ウォーレンのブロンズ像だ。スイッチがある。押します。手に何か持っている。取らないです。うん、これを組み合わせて持っていっちゃいましょう。確かボックスの中にも葉っぱ1個入ってたはずなので、それと合わせて前回の作ってしまいましょう。よいしょ。よこせ。はい。手に何か持つことができそうだ。ブロンズ製の本のオブジェだ。新しい知識と記されている。知識の本。おろろろろろろろ。よいしょ。ではでは。ここら辺の死体とか何か持ってるかな。あ、持ってる。本当に何か持ってた。どうしよっかな。向こうにあった死体も調べればよかったな。すっかり忘れてたな。いる？何もいない。どうしよっかな。あっちの新聞社の奥の通路も気になるけれど、結構時間いっちゃってるからな。今から調べに行ってってやってるとまた時間かかっちゃうし、今回はここまででいっか。あ、そうだ、これも補給しないとね。で、レンチは後でいいや。これ、あ、違う違うけどいいや。まずこれを突っ込む。で、これをこんな感じで。んで、これをここに突っ込んでおいて、あとなんだ？電源ケーブルも忘れないようにここに置いとくか。とりあえずは、うん、これでいいかな。ポン。いいね。で、念のためファイル確認。ちゃんと言ってるね。
はい、13個目まで OK です。もうそろそろ前半が終了かな。というわけでセーブ。商店街モード、まあこんな感じでね、今回はここまでで終了とさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまたねー。